はい、どうもこんにちは、ベルフリです。今日はアルファードベルファイア専用設計のスマホホルダー、新しいものがまたできましたので、動画の方でご紹介させていただきます。今回はここの小物入れに取り付けるタイプですね。吸盤3つで取り付けます。まだちょっとね、完全に出来上がってないんですけど、ほぼ形になったのでご紹介させていただきます。こちらですね、六角形なんですけれども、なんかね、昔のあのファミコン時代にあったゼビウスにね、なんか似てるかなと思ったんですけど、まあ、あれはね、八角形なんですけどね、ちょっと六角形にしてみました。吸盤ね、3個です。で、これをここの小物入れのね、蓋にくっつける形ですね。まあ、ただ本当貼るだけです。まあ、これで取り付け終了。まあ、事前にこのボールジョイントのところに、まあ、私の場合はね、よく使っているのはこちらの柏村さんのこれなんですよね、 KW8 ですね、とか、あとは、まあ、挟み込むタイプですと、まあ、ダイソーさんで、買ったやつがあるんですけど、こういうやつとかをつけることができます。まあ、この形になるまで結構ね、時間がかかりましたね。初めに考えて作ったのはね、こちらなんですよね。やっぱ3個で留めるのは一緒なんですけれども、まあ、こんな形です。ちょっとね、ガサバルなという印象でした。まあ、しばらくね、ここにつけて使ってたんですけれども、まあ、特にね、問題はなかったんですが、なんかね、しっくりこなくて、でふとね、まあ、今回のね、この形が思い浮かんだので、これにしてみました。ではここに実際ちょっとね、こちらの方取り付けてみましょう。取り付けるとこんな感じです。まあ、ここにつける前提でちょっとね、角度はあらかじめつけてあるんですけど、結構ね、急というか、このボールジョイントのね、角度はちょっと見直す必要がありますね。ちょっと自由が効かない、要はこっち側に向けられない可能性があるんで、ちょっとね、その辺は今初めてね、つけてみて思ったんですけど、手直しが必要だと思います。あとはね、つけるだけなので、実際つけるとこんな感じですね。ペタッと、これでほぼ動かないです。あとはスマホつけるだけなんですけど、まあ、これもね、片手でいけますね。これでも取り付けできました。取るときもね、これ結構便利で片手で取れるんですけど、まあ、こんな感じですね。ただこっち側に向けられないんですよね。これちょっとボールジョイントの角度の見直しが必要かなと。ここにつけてもいいんですけど、つけられる場所があるんですが、ただ多分シフトを移動したときにぶつかると思うんですね。ここなら多分大丈夫かなと思うんですけど、実際どうでしょう。あ、大丈夫ですね。ここなら問題ないと思います。一番左側に寄せて今つけてますので。ただもうちょっとね、こっち側の方に、まあ、向けられるようにしたいなっていうところなんですけどね。まあ、その辺はちょっと、この本体側の方のね、手直しが必要になりますね。まあ、安定感はね、間違いなくこれ大丈夫だと思います。以前に使ったこちらの方でもね、3個で全然問題なく使えてたので。こちら柏村さんの KW8 になるんですけれども、こちらにつけて一番ね、左側に行くようにしました。シフトチェンジの時にぶつからないようにということで、まあ、一番その左側にね、つくように今つけてみたんですけど、これ早速もう欠点がもう出てきましたね。これでつくにはつくんですけど、先ほどのね、ダイソーさんのやつほどこっち側に向いてくれないんですよね。これで一番多分こっち側に向いてる感じになってます。これ以上多分グイッとやると多分折れちゃいますね。これだとちょっとどうかなと。まあ、助手席に乗ってる人が使う分にはね、これでいいのかもしれないんですけれども、これだとちょっとね、向き的にどうかなという感じがしますね。まあ、早速、まあ、手直ししなきゃなっていうところがね、出てきました。ちょっと場所を変えて一番下ですね、になるように今つけてみました。これでつけると、まあ、こんな感じですね。まあ、これなら先ほどよりもね、いいかなっていう気がするので、ちょっとね、下になりすぎたかなっていう気もしなくもないですけどね。あとはね、シフトチェンジなんですけれども、多分ぶつかるでしょうね。ぶつかります、こんな感じで。なのでやっぱりもうちょっとね、向こうに寄せてつけられるようにしなきゃなっていう感じですね。こちらは私が試験的にね、使ってたものなんですけれども、まあ、ちょっとつけてみます。こうですね。でやっぱボールジョイントのこの取り付け位置っていうのは、この扉よりもちょっと左にはみ出てるんですね。このシルバーのラインのちょうど真上ぐらいになります。でなおかつ一番下につけてたんですけれども、その辺に、まあ、ボールジョイントをね、やっとかないとシフトチェンジの時に、ね、当たってしまうんですよね。まあ、そんなんで先ほどなんですけれども、
まあ位置的にね、これをど真ん中の真下に向けてしまうとやっぱりシフトチェンジの時に当たってしまう。あと、まあ、こちらに比べてこちらちょっとね高さがあるんですよね。まあ、こういう形にしたので少しねスマホ自体の位置がね高くなってしまって、まあ、それがねここ当たる原因にもなろうかと思うんですけれども、まあ、どう張り出すように作るかですね。あまり高さ出さないように目いっぱい左まで持っていけるような、まあ、そんなね作りに改造すればもうそれで多分完成だと思います。吸盤3つも、まあ、こちらに比べてねピッチっていうかこの距離が短いので安定感ないかなと思ったら意外とそうでもなかったので、まあ、これでね十分使えると思います。あとは今回こちらの品物結構ねコンパクトになったので、以前のやつだとね扉ほとんどね開けることが、まあ、この辺ちょっと開けてケーブルをね束ねて入れたりとかもできたんですけど、まあ、今回のものであればねかなりガバッとね開くことができますね。 KW8G を今つけたんですけれども、扉半分ぐらいは開きますかね、こんな感じで。あとケーブルなんですけれども、こちらのグレードベルファイアの Z なんですけれども、ここにねあのシガーソケットがあります。まあ、ベルファイアですと X とあと Z特別使用者、あとはアルファードですと S と X ですね。まあ、ここにシガーソケットがあるので、まあ、そこから持ってきてこの中でね束ねなくてもただ突っ込んでおけばいいかなと。ほとんど使い道がなくて、私もねポケットティッシュ入れてたぐらいかなと思うんですけど、まあ、やっとね使い道ができたかなって感じですね。これですっきり、まあ、収まります。まあ、ただZG エディションとか、あとは SE パッケージのね、大型のやつだとどこにね、シガーソケットあるかちょっとわかんないんですけれども、まあ、線を引っ張ってきてね、邪魔だなと思えばここで束ねることができますね。ただ、中にね、オプションで何か入れてる方の場合は、こうやってケーブル入れることができないので、まあちょっとね、ブラーンとしちゃうかもしれません。こちらのスマホホルダーなんですけれども、あとこのボールジョイントの部分だけ少しね改良を加えて、この向きをねこっち側に向けられるようにすれば出来上がりなので、さほどね時間はかからないと思います。間違いなくね年内に商品化して出します。やはりこのねボールジョイント式っていうのはね、いろいろなやつ、まあこれなんかね100均のものですけど、手を変えればいろいろなものがね使えるというのがまあ利点ですね。あとはこちらマグネットタイプですね。これなんかもうちょっといじってね、こちらのホルダーに加えられるようにしてね、マグネットも使えるようにしたいなと考えてます。今このエアコンの吹き出し口のところですね、まあ、ここ今挟み込むタイプと、こういったね既製品をつけるタイプなんですけれども、いずれはねこれもつけられるようにしたいなと考えてます。今回は小物入れの扉に取り付けるタイプのスマホホルダー、動画の方でねご紹介させていただきました。今後もこのような形で動画の方をどんどん作っていこうと思いますので、気になる方いらっしゃいましたらチャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いいたします。あとリクエストご質問等ございましたらお気軽にコメント欄の方にお書きください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ビルプリでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。